はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、大阪はめっちゃ乾燥します。まあ、うちの家だけかもしらんすけど、なんかね、すごい目が朝からパシパシなんですよね。喉も乾くしね。まあまあまあ、今日はちょっと目をこうグーってこういう風な目をして喋るかもしれませんけども、ちょっとご了承くださいませ。今日はね、もうまたまたこの歯が欠けてしまったお話をします。皆さんはその歯磨きは朝昼晩3回しますよね。まあするかしないかは人、ね、回数は人それぞれなんですけども、口の中をね、清潔にしておく、その衛生管理としてね、まあ、歯科の先生と、いつも担当してくれてる美人衛生士さんがですね、美人歯科衛生士さんね、がですね、毎食後歯磨きをしてくださいとね、言われてます。まあ、あとね、そのカビ菌を抑えるためにね、その繁殖防止のためにですね、黄色いうがい薬もね、前にも紹介させてもらったんですけども、それをね、こう飲んで、うがいをしてます。飲んでない、口に含んでね、うがいをしてます。まあ、そのカビ菌はね、その繁殖すると、口の中のただれてる部分がですね、こう、白くなってきて、まあ、そのね、薄皮がそのボロボロこう、剥がれ落ちてくるんですよね。ちょっと眩しい。こんな感じで、まあもうしかし偉いものでですね、その黄色いうがい薬をすることでですね、そのボロボロがねなくなってきて、すっきりこう綺麗になるんですよ。もうさっきまでこのボロボロボロってね落ちてたのが、その剥がれ落ちてた部分のね、口触りがこうツルツルになって、こうツルーンってなって、口の中がね、そのまるでも魔法にかけられたかのようなね感じになります。そしてその歯磨きと、まあ、歯間ブラシでね、するんですけども、その歯ブラシで歯を磨いているとね、また歯が欠けました。まあ、その歯の表面のね、この上側じゃないですか、こう歯が、この上側じゃないんですけども、その、まあ、側面と言いますかね、その下の歯の、下の前歯のこの前を向いてる方、ちょうどね、皆さんの方に向かってるこの、これが歯やったらね、こっち側ですわ。の、その、側面と言いますかね、その、歯茎部分の歯が、こう、この辺のね、歯がね、欠けたんです。破片欠けらなんかなっていうんですかね、こう、なんか、プロンってこう、めぐれたんですよ。その部分は本来ならば、この歯茎でしっかりこう、覆われてる、隠れてる部分なんですよね、ほんまはね。まあこのね、白血病になったのが原因なのか、その抗がん剤なのか、骨髄移植なのか、まあ、原因が分かりませんけども、まあ、どんどんこの歯茎もね、こう痩せていって、ピャーってこう、歯の下の部分、ほんまこう、ね、歯茎で隠れてる部分がこう、徐々に徐々にこう、見えてきたんですよね。見えてきたんですよ。歯の、本来なら見えてへんかった部分が。ねえ、そのうち、その、だから、どんどん痩せていくんで、歯抜け落ちんちゃうかな、これね、ポロッと抜け落ちんちゃうかなって思っちゃいますね。でも今の僕のこの状態で考えられるのはね、やっぱりね、ズバリね、薬ですわ、薬。飲んでる薬ね。あと免疫抑制剤とかね、カビ菌を抑える、その、まあ、錠剤がまだ別にあるんですけども、まあ、それと一緒に飲んでいる胃薬ですよね。その胃がやられへんようにするような薬なんですけども、まあそのまあ抗がん剤も一応ね、お薬になると思うんで、まあ、抗がん剤はそもそものこの効果効能を別としてもまあ関係ないとは言い切れませんけどもね、ねまあ今は飲んでないですよ、抗がん剤は。そのまあ入院してるね、そのほんまに治療中ですよは。抗がん剤を飲めたんで、まあ、その時からね、こう、
やっぱり口腔ケアはしっかりしてもらったんですけども、まあでもその、なんていうんですかね、薬に関してですね、まあとある歯科医院の先生がね、こんなことをね、おっしゃってました。私たちが日々口に入れてるものの中でですね、こう、注意すべきものは薬であると。薬には口をカラカラにする口活ね、口が乾くとか言って口活の副作用があるのが多いと。ではそのたくさんの薬をね飲んでいれば余計にそうなりますけどもね、まあこの口が乾くとその菌が繁殖しやすくなりますよと、まあ、その複数のねその種類の薬を飲んでいる人は、少しでもね薬を減らせれるように、かかりつけ医に相談してみてくださいって言うてますわ。まあ、確かにね、口活はあります。まあ、口が乾くんですよ、すごいね。あのこれはね、何度もこのね、この僕のチャンネルの動画内ではお話ししてますけども、ね、過去の抗がん剤の副作用でも、そのね、骨髄移植の副作用であってもですね、唾液がなくなってね、口がね、乾きます。はっさーって口が乾くんです、本当に。さらにね、もうこれかれこれ、その、1年9ヶ月はね、この薬を飲み続けてるわけですよ。様々な薬をね。まあ、そんな様々なことがね、関係して、まあ、いろんな理由が重なってして、薬でしょ、その抗がん剤でしょ、あと何や、さっき言った、骨髄移植。骨髄移植。ね、まあ、いろんなことが重なってして、まあ、僕の口を、乾かしているんでしょうね。で、そしてね、そういうのが理由があって重なって、さらにですよ、その歯がボロボロに、ただでさえボロボロになってきているのに、そう歯磨きをしただけで、ね、そして歯茎が痩せてきてて、歯が欠けてしまったというわけでございます。でもまあその歯磨きをしないと、この食べかすとかでね、虫歯になるし、まあその雑菌がね繁殖し放題になってしまいますので、歯磨きはねやめれません本当に。そしてね、この僕のこんなね口の中の状態になってる症状と、あとお薬をたくさん飲んでることが原因っていう、その二つの内容はですね、まああることになってしまう原因にも似てるんですが、状態か、あることになってしまう状態に似てるんです。それはね、入れ歯です。入れ歯をしてる人、まあ、入れ歯になってしまう人の多くの原因とね、あのさっき言ったの同じなんですよ。その、口の中の状態、ね、僕のこの今の口の中の状態になってる感じと、その、症状か。僕の今のこの口の中の状態になってるこの症状と、お薬をたくさん飲んでるっていうことね。この二つは、その入れ歯になってしまった人と似てるということですね。その、まあ、だからこの状態が続けばですね、まあ、入れ歯になるかもしれません。まあ、入れ歯にもね、種類がありますし、まあ、まだまだ全部の歯がね、抜け落ちることはね、ないとは思いますけども、まあ、口の中の状態をね、回復させるには、まあ、白血病をね、克服していって、飲んでる薬をね、減らしていくことですね。まあそんな感じで今日はね、歯が欠けたお話でございました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。目が乾燥してまーす。